スれんぼうからの健忘症もうどうしよう月曜オリジアンは便利と酒もいるよなんでないなんでないもう一人のとったんだい確かあのーはい、ミーパチパチの収録あ、お仕事ラジオのラジオのお仕事おいおいおいねちょっと俺マイク入ってるこれおいおいだよほんねこっち生放送はい、はい ラジオの仕事収録でです、すああちちらら、収収収録録、録って聞いてるけど俺ちょっと勘違いしたのかな週に6回とかっていう意味じゃないよねだったらましゃあないところもあるけどそっかそういうことじゃないよねバイトでもないっすよ収録ないよねなかなかはい今日お休みなんですってでもあいつ行ってたもう分からないだから不思議だもんね我々も対応してきてるのか体がなんか 何で休みなのかあんまり気にならなくなってきたんな,らな <laughs> だから俺今日ちょっとゆっくりめの5時50分ごろ落ち着いたんだけど、はい、あれキャンさんいないなあ休みなんだあれ行ってたっけなへえー、みたいな <laughs> 前まではちょっとしたパニックだったじゃないでキャンさんいないぞ、うん、どうするか今から人も呼べないし2人でなんとか頑張るしかないか、うん、っていう感じだったんですけど今なんか結構割と落ち着いた感じでもういいかなっていうね <laughs> もうリスナーの皆さんも慣れっこかなっていうすぐ対応してくれるしねあらくそらく先々週ぐらいに言ってたのかな一応なんとなく覚えてるんですけどもしかしたら再来週休みかもあーみたいなリアクションはあったような気がしますたかももうあれだぜ俺なんかキャンさんのツイッターフェイスブックインスタ全部チェックしとかんとその日のキャンさんの動き朝毎朝一応チェックしてはい。 あ,あ、今日タイ価とかね <laughs>。今日ミーパチパチなんだっていうところ、やっぱ我々ちょっとね。まあちょっとしたネットストーキングを。うん、朝から把握しとかんといかんないですよこれは。でキャンさ、うんもわりかし一日の流れ書いてくれますもんね。うん、そ,うそ,うそ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 う。<laughs> 細かくね <laughs>。今日午前中は授業でとか書いてくれる台本書きでとか書いてくれるから。ら き今日はその覚悟でやればいいんだなまあそんな感じでいきましょうさああの先住なんですけどキャンさんにも聞いてもらいたかったんだけど忘れん坊からの健忘症というか健忘症という言葉あんまりね着やすく使うもんでもないんですけど僕はおななじみ忘れんでですすよねねそういろいろ大切な時計だったり財布だったり忘れてますけどおうちに忘れてコントの衣装をおうちに忘れてそのまま現場行ったり忘れ物っていうのは例えば必要な ものが揃ってない足りないっててなないいいいい足りことよねはいはいはいそうですねこれ逆のことがありましてお<う>、あのー、車運転しててでょポケットに、まあ、家出て車運転してポケットにキーホルダーあの鍵が入ってる感触だったわけようん、うん、て別にまあ意識することもなく鍵があるぞと思ってたんだけどなんかふと信号待ちであれと思ってなんかキーホルダーにしてはちょっとちっちゃいわけよああいつもの感覚と違うです、ね、じゃないわけよ、はい、あれと思って助手席見たら助手席に鍵あるわけよ、はい まあまあキーレスなんだろうと思ってポケットに手入れて出したらチューブに入った柚子胡椒だっけゆずこしょうを俺必要もないのに<え>ポケットに入れて持ってきてるわけい,いつの何いや,いやいやあの確かに使ったわけよご飯食べるときに、うん、テーブルのようになった柚子胡椒ょを俺ポケットに入れて出てきてるわ怖い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 やばいなと思ってさすがに。 別に外で使う予定もないおそらくだけど俺も本当にあもう忘れ物もそうなんだけど何,だろう何も考えずに動いてるるというか逆に言うと他のことを考えながらただ動いてるんでおそ、うん、らくこれ取ってテーブルの中からこう冷蔵庫に戻そうって取ったんだろうけど他のこう荷物ポケットに入れてるうちに流れで入れたんじゃないかなと思ってキー,ーホルダー感覚で。 心配なるいや心配ないさいや心配あるよ南コールないさ南コールもあるしそんなライオンって恐ろしいよないや本当にベミリーさん怖くて一緒にロケでロケバス一緒になる機会多いじゃないですかはいはいはいでお疲れ様でした一日のロケ終わってお疲れ様でしたつってで さん出た後に必ず一応チェックするようにしてるんですよ。あはそしたら案の定ですよもうおそらく大事なもの全部忘れてるというかそう財布車の鍵あと時計全部丸々椅子の上にもうここにベンビーさん確実にいたなっていうやつ。 点々で見えるみたいな感じ直近の時だ。先週先週だ。そう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 。もう怖くて。鍵だけ、財布だけ、時計だけっていうのはあるんですよね。うん、はいはいはい。あ、まあまあ時計も車のたらちょっとリラックスして外したりもするんで、うん、びっくりしたね。あれ本当に。しかもこれが初めてじゃなくて、はい、オリジンアワーのスタジオにも多々あるんですよ、ねうん。あ、あるあるある。一式がポンって置かれてるの。なんでしょうねこれはね。そんなに必要じゃないんじゃないですか。いや,いやいやいや帰ったら焦るよ。うわあって。やばいやばいやばい。 まあ車の鍵はさすがに忘れてたら車のところで気づくけど。まあ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 帰れないですからね普通に。携帯とか時計はよくあるね。なんかちっちゃいバッグとかに全部入れてしまえば。いやだからそれも言うけどそれバッグ忘れるってどうせ。<laughs> どうせそう。入 <laughs> れ入れた物事忘れるって。絶対そうですそれはもう仕方がない。いこれはだからやっぱ脳がおかしくなってるのかな病院行った方がいいのかな。でも。うん。まあ。 心配、うん、ちょっとでも心配だったら絶対行った方がいいですよ、うん、いやまだ今のところはあり得る範囲だっけ俺の中でうー、ん、んじゃなくてゆずこしがポケットぐらいはあり得る話だい,やうい,やい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 や俺の中でいやいやいや <laughs> これが自分の性格だと思って引き伸ばしてたらあかんですいや多分ね今後 まあ、ほぼ初めてかなこう知らんもんがポケットに入ってたっていうのは,いはい、はい、今までちょっと忘れ物でどっちかったなんていうの、現場着いた時に先ほども言ったようにこう足りないんですよマイナス、うん、今後これバランス取るためにプラスになっていくんだねどんどん必要ないもの持ってきてあれんで今日これ持ってきたんだろうリモコンとかさ <laughs> でバランス取っていくんじゃないかな俺の人生のな,んでなんで素直に病院行かないのかわからなくなってでいやでも本当にうちのねオリジンの募集さんにもちょっと俺が何か一回あの病院行ってくれと。 忘れ物ちょっとこれ激しすぎるぞとほらもううちの社長が心配になるレベルですからんで何もなかったらないでいいしっていうただこれに関してはちょっとね事務所から病院代もらいたいねああでもいいと思いますうん大切なタレントのねそうそう商品ですから、うん、俺はだって大丈夫と思ってるから、うん、あ行かなくてもいいと思っているからそうそうそう,そうどうしても俺様に行ってほしいんだったらじゃ事務所から、ね、病院代持ってこいって <laughs> 来てくださるとね <laughs> でもあのー、市の 健康診断とかはいはいはいオレンジ色のやつでとかなんかまあいろいろ僕らはもう年代になると特定検診とかのが来るんだけどはい、はい、それでプラスいくらかで今もう脳の検査とか、うん、あ人間ドックとかが受けられるわけあそうなんですねだから今年あれ脳の検査に変えようかなうんプラスいくらかでやっぱねだってもう失礼ですけど、うん、いくつなりますか今年で今年来月四十三ようわもう出ました f o ミーですよ。ありましたか。フォースかな。フォー。ミーこれありましたっけ。そんな持ちゲーはありましたっけ。できたできた。来月開演ですから。今今まはい。プレプレ公開。ああ、ューに続き。社会的な感じで。あなるほどなるほど。じゃ聞けた方はラッキーです。はい。そう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 。いや絶対四十過ぎたらもう先輩も言ってますし。 40過ぎたらまあれは肛肛門門でででししょょののお尻の方が、うん、大腸そうなんですよ、ね、<laughs> まあ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 、まあ、<laughs> 大丈夫じゃないかなと思ってるけどそこら辺はまあまあ心配しすぎるっていうのも精神的にあんまよくないと思いますけどねあのうん僕の中では全然あこういう脳の構造してるなって感じをするわけあ,あ範囲内というかそう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 こういう人でも多いよ天才に。 ああ、まあ、天才はいろんなことを同時に考えるから。とか、なんかもう忘れ物は多い、天才。天才です。どうも。四十三歳、天才。いくに越したことないけど。まあね、本当はね、安心したいところだけど、でも、本当は、あ、俺の中ではあんまり怖くないんだよな。おお。うん、だから、本当に。全く。理由がつかんものだったら、怖い。で、今回の融通交渉に関して、は本当に、あの、なんか、冷蔵庫持って行こうっていうのが。なんかの、流れで、何か、多分、目についちゃったのかな。はい、はい。 で、そこに行くくとあっってななん売れちゃた自分で推理できる範囲だったら大丈夫そうそうそうもうほんとに全く知らないなんかものがわさびとか靴の中にわさび入ってるとかいや大事だろそこは気づかんとや履くきにまあ飲んだ時も記憶なくなるしねああそっかシラフの状態でそういうことが起こってくるとまあまあまあ起こ怒りうる理由が多すぎますもんねでも今のところねに例えば、て 気ががいたら手に血の,血のり怖い怖い怖い多重人格怖怖怖い怖い怖いもう夜中になって動いてる可能性が出てきた、ね、がンミリガででも<ー>やっぱ、はい、あのーうん、ツイキャスも来てますね、はい、この年になってから忘れっぽくなってきたなーって、うん、ああまあそうねちょっと激しくなってるかもしれない。 40超えて後でもほんと昔からあるからねこの忘れ物に関しては。性格とかですもんねうん俺若い頃あんまりおからなかったんだけどお母が言ってたなはい、はい、あんた高校の頃からこうよって中学校これからですからねちょっと忘れ,忘れ物が多いっていう、うん、あそうなんだっていうのだから大丈夫ですよ。 まあもしばらく生活していただければと思靴の中にわさび入ってささすがに言ってくださいねだから入れるのよや。いやいや、あ心配するがあまり病院かそう思って嫁じゃないんだからそこまでやらないんですだけそんな長年連れ添った嫁じゃねえんだからいやでもさ長年連れ添った先輩後輩やしやまあ、確かにオリジンアワー始まってずっと一緒にお世話になってますけどさっきが作った味噌汁だって飲んだんだから俺はえっああちょっと半分インスタントみたいな感じですけどねえ いやいや違和感感じたら一刻も早く行ってくださいよ今今でちょっとここまた何かあった時はご紹介しますよろしくお願いしますんかあの別の話なんですけど夜中に昨日だったかなおといだったかな1時ぐらいにうちのオリジンのマネージャーの検索さんから電話あってほう珍しいテレビテレビ電話なんですよで バイト中だったんで、一回抜けさせてもらって、テレビ電話つないだらどうやら酔っ払ってんすよベロベロにまあそうでしょうね、その時間ペロッペロに酔っ払ってるとなんか、どうしても今伝えたいこと、話したいことがあると言ってるんですよ酔っ払いなのどこなのお家なの店なのそれは多分ね、リップサービスさんが石垣でイベントしてたからそれの 影響を受けたというか何か感化されるものがかかったのもなそれで行ってたぶん石垣で打ち上げかんかで飲んだ帰りなのかなななるほどんかそういう入りなんですよベペロペロになってて電波も悪いからもうついたりつかなかったりなんですテレビ電話自体がこっちがかけ直してあっちがかけ直して全然話進まんねえなみたいなもう諦めて普通に電話してから何ですかっつったらあのね 俺前から言いたかったんだけどブツッツッツッツーって切れてそっから連絡が全くつかないんですよ <あー S 1> で LINE も送ったんですけどそっから帰ってこないから多分あの人今刺されたんじゃないかなって思ってるんですよちょっとこう、まあ、石垣の夜は人をバカにするからねバカにバカにするバカにするにすんでぜ <laughs> い LINE グメッセージなんか見せられたいような気持ちになってこれはちょっと長いスパンでのツッコミ待ちかもねいや続きはよっていう。 今度会ったときにサーキーが一発目それ突っ込むかなっていう。うん。何なんだろうねー。本当に伝えたいことがあったのか、うん、それともボケだったのかだけはっきりしてほしいんですよ。<ー>それからっずっとモヤモヤしてるんで。まあボケの可能性が高くなってきましたねこれはね、えー。マネージャーが直属の部下とか芸人にやりますんそんなこと。いやだからまあその時は一人の女として。<laughs> かけたんだろうな <laughs> 所属芸人とマネージャーじゃなくて <laughs> 男が飲んだらちょっと女に連絡したくなるみたいな, <laughs> たいな感じじゃない私たちの作業のこと女としてその日見てたで一人の女としてちょっと誰か女に電話したいなっていうのでこのいなくだったら大丈夫じゃないかっていう <laughs> 確かに呼ばれたらすぐ行くけど <laughs> 感じだったんじゃないか すぐ電話取るしっ、ね、もしかしたら折り返しか石が来ないかっていうボケやろうとしたんだけどあ<ー>バイト中かと思ってもしかしたら、ね、なるほどなるほど今何してるとかそうボケを切り替えたかもしれない詳しく聞かれたから多分そうなのかなそうそうじゃんだけ切り替えたんだよはあしゃべるわきっとねはいそのあとの検索さんのブログ覗いたら、はい。はい 大切なことは電話とかツイッターじゃなくて直接会っていいうみたいなこと書かれてたんだよ <laughs> <laughs> じゃあほんとにその時学んだんじゃないのさっき電話したんだけどどうしようかなもうこんなもう必っちあ電話ではしょっちゅう切れたりもするし <laughs> 今言っても伝えらなこれとりあえず伝えたいことがあることだけ伝えとこっていう <laughs> いややこしいわで会った時よっていう <laughs> もやもやする、うん、感じだったんじゃないあれから会ってないわけよねじゃあまだもう会ってないあ もしかしたら今日会うかな、タイミングが会えるのかな。一応今日あの僕さっき事務所いたんですけど、17時事務所戻りって書いてたんで、あ今いるんじゃない。もしかしたらいるかもしれないですね。ちょっと電話つなぐ。あ、繋いでみたい。ね、あのかけてこんじゃあれで、フリーフリーハンドスタイルで。えっと、テレビ電話で。あ、あそこはあそうねテレビ電話で。そこはちょっと繋いでみましょうかね。そっかテレビ電話、オッケーオッケーオッケー。あの日。 ちょっとあったんですけどそうそうそう今、もし聞いてたらいいけどねあ、じゃあちょっとマイクにも聞かせて、音も、もう一度撮るといいんですけどね。画像は、画像見せながらマイク聞かせて難しいかそうなんいいあ、そうか、さっきが映らなくなっちゃうんだな、そうするとなまあ、五時には、沖縄に戻ってるっていうやつで、ね、いや、あ,あもう沖縄に来てんじゃない、分からんけどなんか、あどっかのラジオから十七時事務所戻るって書いてあったけどまあ、今繋がらなかったとしても折り返しは…折り返しやったらすぐ つなぎましょういやこれちょっと取らんなじゃあちょっと折り返しを期待してみましょうかじゃあ旦切りますね後ほどではい OK さあ謎が解けるかっていうところですねもいたから本当に伝えたいことあったんだったら私それはそれで気になりますやでももうラジオでは言えないようなことかもしれないしなああうわどうしよう低層関連どうなってんだっていう わーこれマジリアルにあるぞ外部から「さっきとやった」って <laughs> <laughs> 聞いたそう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 次から次へと「私もでした」みたいなあのイモズル今も芋づるだからね怖いよ 1>, ロ1人出てきたらもううわ怖待ってこれ本当に。うん いやいやいやちょっとそんな私潔白を証明しますわそれは楽しみにしましょうか、はい、さあということで今日はさっきと二人での放送になりますが、えー、なりますがというかなりますので、はい、いつにもまして皆さんからのメッセージが命綱でございますそうですよはいメッセージのお待ちしております E メールアドレスすべて小文字で origin.fmnaha.jp までお寄せくださいあ先週ねあのーはい、リスナーさん親子ラジオ大好きですみたいなああ 方来てたじゃない、はい、帰りにねあのファンでらったのよお<ー>せっかくなんでご紹介しましょうねまあ呼んでもいいやつねまあ,あの年の頃ならどれぐらいだろう彼は20代ぐらい私と同じぐらいに見えましたけど、ね、の男性からなんですけど何の裏紙だったかな、まあ、なんかのちっちゃい裏紙2枚にわたっていただいたんですけど、うんえー、ベンビーさん、はい、かっこベンビーさんの大ファン。 私大ファンです親子ラジオ聞いています毎日まあ週一なんだけどねそうですね土曜日の朝ですよまあ録音してるのかな毎日。えベンビーさんもしよかったらホルラジ FM 沖縄で親子ラジオの番宣してください一つもオリジンアワーの話が出てこないね。こんなに多局の番組二個出てるのに出てきたっていうオリジンアワーは一切出てこないんですね。だから毎週オリジンアワーも聞いてくださってるのかな あどうなんでしょうどっかで聞きつけてやってきたのかまあでも、うん、ここで聞いてたってことは、うん、まあ分かっててきたスタジオのね場所とか存在を知ってたんでしょうねそれで今日外見るとこうたくん変えたあっこうたくんはちょっと変えられましたねうっそあららららこうたくんがいないとなんかい。寂しいねいそうっすねはあそっかそっかじゃあ今日はもう文字通り2人でだねまあそんな日も、はい、うんあの後半には我々 とてもあ企画というかコーナーがありますんでいあ,、えー、あのゆーストリーム見られる方はゆストのねご準備をよろしくお願いいたします。はい、ということで一旦 CM です。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますはいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのか今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z 当間違いなし Z ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン キャ助けていやー叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いの。いや早く来い良い品をいつも安くビッグワン さあ月,曜オ月曜オリジナルは生放送でお届けしております、はいえー。じゃあもうメッセージいきましょうかね、あはい、ウッチーさんから、ね、ツイキャスで喋ろうっていう。 いいですね。はい、これまたね。ねいつもよりちょっとツイキャス気にしながらメールも気にしながら行きましょうか。はい、はいまずはこちらメールから行きましょう。はい、うん、さいつともですもイイ。今日のティーサージのアンケートのお題がおしゃべりな女性は苦手ですか？うん、でヒップホップさんのお昼のね番組ですね、うんえー。で、僕の答えは b の苦手で、うんえー、その時にベンビーさんはすごいとメールに書いていたら採用されました。 弟から報告来てたこれ喋ってたよティス味で出てたよってつとモさんだったんだありがたいえー、その内容は親子ラジオであの二人のバトルトークをこなしているとすごいとよく二人の話を聖徳太子みたいに聞いて会話ができるのがすごいですね <laughs> <laughs> ありがとうございます本当と聞いてる人は聞いてくれてんだねアッキーナさんだねアキーナとね戸口アキーナと前中の美育さんよ <laughs> すごいねやっぱり一人一人がちょっとおしゃ、お達者なんで、はあ、二人が一緒になった時のパワー仲良しだから <laughs> はい、はい、そもそもがちょっとねあの仲良くてヒートアップしちゃうような場面もで俺をちょっといじるっていうね <laughs> あでもなんかチャキチャキした感じが伝わってき楽しいですねまあ楽しく聞いていただけるといいけどねうにぎやかで、えー、土曜の朝3時間10分ぐらいかはいはい喋ってますよあの二人と <laughs> 本当に本当に朝ですからねデジローやあれでなんか本当一1週間終わったって感じするねあああれがあなんかねな,なんか水泳終わった後みたいなええー、<laughs> 帰り眠りたい <laughs> 本当ねいやー 本当よくも土曜の朝からな。だって一だってアキさんたちもね月曜日から金曜日まで仕事をされて土曜日のこの日ですからね。そうよ。まだ充電残ってるかって感じですもんね。すごいんだね。大電能力というかすごいエネルギーがそもそもね。ああま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 あ元気出るところもあるけどねやっぱね。うん、あれがもうちょっとね時間があのいくらたらなー。うん<ー>。 まあ脳がはっきりしない時間帯でもちょっとねではあるけど、まあでもそうだなあの二人があんなんだから名様させてもらってるところかもしれないな。<laughs> あの朝起きがけにサイダー飲む感覚にちょっと次期、うん。かそ,うそうだね。ちょっと元気出そうって朝朝からちょっとテンション上げていくのはいいかもな。<laughs> うん、あでもウッディさんツイキャス来てるんですけど、うんはい、おしゃべりの女性の方が楽やけどな,ってな,るな。あーはあ。でも、うん、友達とか。うん 彼女とかの関係度また変わってきそうですけどねうーんそうだね僕はやっぱ TPO まあこれ言っちゃ元もともこもないけど喋、うん、る時はなんかみんなでね盛り上がる時は喋るんだけどうん、うん、なんか二人きりの時にずっと喋ゃれたらなんかちょっとなあ<ー>あーでもいいか別に。ああずっと喋るのは別にや。 ただなんかテンションがわーいみたいなのずっとやられたらパーーティ毎日パーティーみたいなちお茶を飲めってなりますお茶を飲めってなるかな一回ビール休めって思うかもしれんな面白くあろうとする女もちょっとあれじゃないですかあんまり激しいとねなんで今の突っ込まないのとかこんなのう最低さこんなのとそもそも一緒に二人きりならないの面白いのは全然いいんだけどねセンスのある冗談とかお話しする上での小粋なジョークとかだったら そうだねあどっちかというとじゃあええか俺は大丈夫かなうんまあ職業柄っていうのもあるんですかねベンビーさんはそうね俺もそうだね誰かと二人きり男でも飲みに行っても、はい、ずっとああそうだなはいはいはいってずっとこんな時あるからな <laughs> 確かにありますね、うん、全然苦じゃないしねんありがたい後輩もやっぱ気持ちよくお話し,してますしね大丈夫かもしれんねうん,うん <laughs> そうね <laughs> ラジオも最初今もう、はいうん、もうすぐ10年だったかなあもう10年,年目に入ったのかな確か長いなんだけど1年ちょい始まって1年ちょいは俺じゃなかったのよ本当はみゆきさんとアキナとで別のまあちゃんとしたナレーターというかはい、はい、声が綺麗なまあまあ分かる方は分かるからあれですけど。 あのー、全然違うわけ、はい、やっぱ彼は声がきれいでちゃんとしゃべる喋り手というかで俺はもう一応芸人としてね、はい、お願いされたからそこは元気にと思ってガーってやったら最初の頃はよ、はい、もうやっぱずっと今まで聞いてる人から「なんで今日はこんな酔っ払いが入ってきてるんですか?」とかよ。<laughs> <laughs> 酔っいとはすごいあれですね言い方です、ね、そうそうとかあともう今はキナがアドレスとか読むんだけど、はい、最初にこ入ったばっかりでこれは「E メールアドレス」と「ファックスの番号とか言ってたわけよ。で、はいえー「E メールアドレス」は全て小文字で「えー、親子」「アットマーク」「ROK」のアドレス全て小文字で「なんとかかん」とか「f a クスメールの方は全て数字で「d 9 8 8 6 9のとかってやってたわけよ。はいはい、ボケさん一応ファックスなんて全部数字に決まってるさそれ確かに で全て数字でっていうのを定番でやってたらそこもまた突っ込まれた、えー、いやすべて数字なのは言わなくても分かると思いますいやもうそこを芸人としてのボケって組んでくれよって話ですけどね、まあ、だからそんなにまあ確かに僕もねそんな面白い テンションではないけど何を言われて自信を失いかけてるんですか<笑>いやいや、まあ、爆笑ではないのは分かるよかるけどでも楽しい気持ちにはなれますか,ねなんかアクセントとかなんかピリピリ,ピリとちょっとねちょっと三照を聞かすみたいなね,<ー>ねだからちょっとリスナーさんとしても頭切り替えが大変だったかも俺が最初入ってからあ<ー>あ,あこういうテストなんだっていうのわかるまでああなるほどな、うん、馴染んでくるまでねちょっと時間がって感じですか、ねうん、だから俺入ってしばらくしてちょっとリスナーゴルっと入れ替わった 感じ終わった。あ<ー>なんとなくね、分からんけど、たまたまのタイミングかもしれんけど。でもそれが10年続いてるってことはですよ。需要の方がそうですよね。ありがたいですよ。<う>本当に、ね、ありがとうございますね。ありがとうございます本当ね。 うん、<laughs> そうね。うちさん便、はい、さんは静かやもんな、そうね。<laughs> <laughs> 基本そうなんだよ。プライベート本当に静かなか。まあそうね。でも、うん、あのライブの後の打ち上げとかはね、うんうん、あのライブからの流れで皆さんと飲む時はやっぱりそのままのテンションでいけるんだけどね。なんかこう集まって飲もうってなった時あんまりはしゃがんかな。<laughs> でもはしゃぎたいんだよ本当はどっかで。<laughs> あ,あ本当ですか。うん。うん、あんまり飲みご馳走させてもらう時。うん。うん なはしゃいでですかはしゃいあでもなんかちょっと後輩のみんなと飲む時もちょっとお父さん的なところあるなううんそう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 そ、ね、<laughs> うそ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 うしうそ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 うとうそ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 う いやこのテンションだったらベンビーさんもマジで嫌な言い方しますよあえておいが加速すると思ういやそうだよ内調なマジでおいがだけどこの間あれをゆきのぶとかプーキーとか頼んだ時はゆきのぶがフリースタイルラップやってるさははいい俺も参戦したからね無理してはしゃいでるでしもうちょっとはしゃいじゃったよおじさんもねゆきのぶって言ったらもう二十歳のこう二十歳か二十歳か二十りやがて二回りよ 違うこと<ー>、違和感はなかったんです。いや、もう振るのに。ああ<ー>、でも振って振ってほしいよ、俺だって。みんなで楽しそうにやってるとこ、俺だけないや,いや、便秘さんはみたいな。なんか、うん、やっぱり。近い年の後輩ほど、はい、やっぱ遠慮してしまいますよね。うんうん、ああ、でも、それあるかもね。うん,う,んうん、うん。ガンガンいいけどね。だって、もう、すぐ振ってくれて。 で,ああでも純粋に先輩と楽しみたいっていう気持ちなんでしょうね、ゆきのぶは。ああ、それでかな、なんか<ー>えちょっとかわいいところあるなって感じそうそう、あのー、普通、フリースタイルバトルって、ディスり合うでしょ、文句言うそうある時ね、ゆきのぶ、プーキーでシュリーシミュレーだったかな、はい、もう一人くれたかなと4人か5人で飲んでて、なんか俺、褒めラッポみたいな配置、<ー>まってりおってて、便秘さん。 なんとかさーって気持ちよかったからムービー撮っちゃったよ後でこの酒飲もうとしてるやんいい酒飲もうとしてる。面白かったしさ。うん。まあまあそういう酒も時にはね。ああまあまあ刺激でね。でもさこうあのこう見ながら見てみんなが楽しんでるのを見ながらそれだけで楽しいなっていうのでちょっと思い出したんだけど、昔うちのボ州さんよ事務所の社長さんがよくあのアジアの事務所だった頃に。 結構遅くまでメンバー残ってやってたりすると急になんかもうあのご機嫌な時とかほっともっとの弁当とかを人数分差し入れした、はい、これそうすることがあったわけよ。うん、もう死に苦しさあ何か「あおしいですね」つってとかみんなで食ってた代表あの1回だけちょっと酒が入ってた時があったわけ。あ<ー>別に酒が入ってるからおごるんじゃなくてふだんからおごってたんだけどはい、はい、その日はたまたまお酒飲んだ流れで事務所を帰ってきてみたいな感じで。うんはいはい まあ5 6人だったんかな、残ってたの。で、から揚げ注文して、で、食ってた代表、ちょっと離れたところで、椅子に座ってから、こんなじ,じっと見てるわけよ俺たちが食ってるの。<laughs> もうちょっと泣きそうってからよ、うんわ、わやよ、この瞬間が最高に幸せやんばって。ああ、あ,あって <laughs>。もうみんながこの幸せそうに弁当を食べてるのがとっても幸せっていう。うんそうだね。まあだ本当親心みたいな、ね。いや、そう、自分の子供たちが、うん。うんうん 美味しそうに飯食ってるってなってくるとでまた本当に一応純粋に美味しくて嬉しいんだけどうん、うん、またまた芸人だからリアクションも上手さ <laughs> 最高さ何回も食べたことのあるはずの弁当を初見のテンションでそうそうとかね嘘じゃないんですよまして嘘ではないんだけどただねそれを表現するのがうまいっていう、うん、そう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  っていうことがあったな。代表もまた感激屋さんなところあ。そうそう、それあるんですよね。<laughs> はい、ありがとうございます。いい,いい思い出の話、えー、いや、いい思い出だよ。いい思い出。いや、あの時はね、今はまあ、王女隊になってさ、若いのも増えてきて、うん、今は今で楽しいんだけど。うん、やっぱ、あの時の少なかった時の、みんな仕事も、往来、うん、の仕事をね、ほとんどなくて。はい、稽古にはほぼ毎日全員が揃って。 そうそうそうあの感じもやっぱりなんか懐かしいなうん今はちょっとやっぱ皆さんお仕事ね、うん、そうそうあの時は言ってたんだよみんなでいずれこうみんな今日は誰々ラジオですテレビですって言って稽古に集まれなくなる日が来るといいなっていう<ー>で実際今そんな感じになってはいるんだけど、はいはい、なんかちょっと寂しさはあるねそうですね まあ昔の事務所ですわ。何人かの子ってゲームテレビゲームやってそう昔はゲームができたんだよね事務所ででも今ちょっと禁止だけど。うん、ウィイレイやってたわみんな。やってましたね。で俺は絶対あんなの負けたら本気であちりるから。<laughs> もう俺感染ばっかり。<laughs> 生まれ変わらなうん、それちょっとお遊び的なね。やこさんもやってましたね、懐かしい。今となってはないですけども。まあまあ古き良きでもないけどね、まああいう時代もあった。今でいいしって感じですね。ですね。はい、じゃ、あこちら行きましょう。はい。えなんですか。しげさんがわじってる、今よもしたのにも、う次に回そうかな。なんですか。 ベンビーさんメール読んでくだださいからメールが少ないからゆっくりちゃんと読んでるのに <laughs> こっちも我々の気持ちもね <laughs> 今ちょっと俺をあのあの最近披露宴の打ち合わせやって、はい、で新郎新婦が2人とも天の弱なんですよって話しててであの行きたい 小ちっちゃい頃親と一緒にどこ行くご飯食べに行くって話になった時に「どこどこ行きたい」ってなって教材で「じゃあどこ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 」ってなって自分が行きたいとこ決まったら「やっぱり行きたくない」とか<え>なんかいろいろあるって話。あ 僕もなんすよ僕はファーストフードとかドライブスルーとか行って新商品食べようと思って行ったのに新商品の何々はいかがですかって言われたらもう取らないんすよああう、ま、食べようと思ってたのに勧められたらもういいよっていう感じなんですよそうですねそう,そういう話をしたわけよ今シーゲーさんの読もうと思ってたのにシーゲーさんに読んでくださいっっって言われたらなんかちちょょととがねそこはもうバーンと行きましょうよ自分の気持ち乗り越えてねバーンと行っちゃうかなじゃあねそれぐらい内容素晴らしかったりするんですからえ本当は読んだいいいい読んでないですけど 長いけど長いからあでもいい話だこれだから読んでほしいんだ今日ああ何ですかねちょっと言いましょうか、はい、えー、ベンビーさんとジャリースケか寿どっち分からんさきどっちもいないですね今日ねそうなんですえー、誕生日が近いシーゲーですおめでとうございますお,おめでとうございます先週木曜日「笑わないといきましたよ」うん、MC はやらさんとなぴろさんとあーちゃん あーちゃんっていう笑わない人に毎回来てくれる小学生の女の子がいるんですけど先月誰か MC やりたい人って声かけてはーいって手を挙げたらしいんですよそれで今月 MC をやるっていう流れになりました申し訳ございませんナピロさんというのはダンス振付師の方であ分かったあ、分かりましたチャシューさんの妹さん

ちょっとなのかなちょうど面白かったのかねえ鈴崎はコントトイレ花子でしたはいそうでした面白いかったです後半企画も楽しかったです先週土曜日某 FEC のお笑いベーサーティ1313見に行きましたよコント9本と余興でしたうんペラごぼうが頑張ってましたピース日のうは下沢裏方新たの車内を掃除したみたいです下沢偉い下沢とね情報が。 ごしよるそうねもうもはや下座のことは下座で統一するんだもんねえ PS2 今週土曜日潤が豊崎であ大城潤だねこれ漢字で書いたらね潤選手ねえが豊崎で AKB48 コンサートの前に潤がミニイベントで司会やるみたいですすごいねそうあちらから声かけられたってえすげえそう PS36 月16日俺の誕生日ですおめでとうございますみそじですおいみそじさん久しぶりに川柳お願いします シーゲ誕生日の夜るまるお願いします久しぶり久しぶりすぎてちょっとやり方忘れたなええ書かれてるって「シーゲー誕生日の○○○○埋めれてる」埋めればいいんだなるほどねええいきてますからねシーゲーさんといえばあ三30歳かみそじらしいですよ年齢が不明ねもうちょっと若くも見えるしもうちょっと上かなっていう感じもするしねうちとも取れる感じですからな みそうじですって。みそうじでしげ、誕生日の夜か。さあ、俺み、俺ね。三十歳の誕生日迎えた、この夜十二時三十歳になるさ。はいの時は。稲ナと居酒屋いたな。ああ。当日。あ、そうだ、思い出した。はい。昔、もしかしたら、折り合わせ行ったことあるかもしれんけど。はいはい。あのー、三十歳を迎えた瞬間。テンションが下がるっていうムービー撮ろうと思って。あー、なんか聞いたことあるんじゃないー。はいはい。 いなムービー撮らせたわけよ、はい、あの30秒前ぐらいから十、はい、何秒前か忘せだけどで、あのー、12時になったらこう手やれよってって最初だから逆にテンション上げてるはい,は,いはい。ガーンって30歳で落ちようと思って、はい、さあまる、あ、く20代が終わるだでーっとかって喋ってたら長いんだよあらまだ,かなんまだ12時にならん、うん、もうやめて1分だろ1分だろあやよやいわりや12時にえってで本当にテンションが下がるっていう知らんうちに30歳になっちゃったっていう。 まあ彼女が意図してたかもしれないですしね、うん、ガチでテンション下げようっていういいやや逆サプライズ一生に一回の30歳になる瞬間や <laughs> ちょっとくだは見逃してや <laughs> 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 気づかないうちに、ね、一世一代の10年に一度の節目のボケや <laughs> <laughs> はあありましたね <laughs> じゃあどうしようかなシゲイさんにはあ,あそうだったうんもう本当 ほんに俺、これダメだな、瞬発力の川柳なああ、いいえいい声が <laughs> 突然いい声に <laughs> えー、どうしようかな、じゃあねそそ年内に発表できればって感じでいいかなまあそうですね,ね結婚式と一緒そうですね、<婚>今日だってまだ4日あるからなとああ、そうかそうかそうかなんかよ、た、う、ぶんさ多分当日だったら16日だったら降りてくる気がするんだよああ。 四日後だしな。まだ二十九歳だしなっていうとこちょっとあるかな。過ぎてからですかね。うん。まあでもなんかえっとこなんかえっとか。はい。オッケー分かりました。はい。十六日ですね。シーゲさん三十歳の誕生日おめでとうございます。それではシーゲ誕生日の夜若返る。 <laughs> いやいや,いや,い,やいや考え深いなって思ったんですよ。<laughs> そうあのー、もう30歳からは、うん、誕生日迎えたらこう若くなっていくつもりでいいんじゃないかなっていうことですよね、うん。私実際なんか30超えてなんか綺麗になったなとか、うん、もう若くなったなっていう人もいるしなと思って美男子目指してこれからもまた30代のシーゲさんもね、はいえー、オリジンよろしくと。 ね、下座もよろしくお願いします下座もよろしくですね <laughs>、えー、どちらかこっちまでいっとこうかベンビーさんキャンさんサーキーハイサーイ、はい、神奈川のノミハートですなりところで先週の木曜オリアワロータリーは木曜オリジンチャンプルのオリジンヤワというちょっと風変わりなロータリーでしたね、はい、この前は江守リ君が永田健作さんと組んでロータリーに出てましたがお,<ー>お三人さんは月曜メンバー以外でロータリーに出てみたいオリジン大勢のメンバーはいますかもしかして琉球ドラゴンさんとか とにかくレギュラー放送の今日も万々一張りよ。でまたもでもまたも、えー。新メンバー老メンバー。誰と出たいですか。ですよね。まあね、そうね横コラの話もまああるけどね。あの以前こいつはないだろうっていうので、何て言うかな。まあ小馬券に電話を合わせたけど、まあこいつはないだろう的なあの話題になった時に、はい、俺プーキーっていう話をした、はい、の覚えてる？聞いたことある。ちょうどいいぐらい。 何もなもい後輩っていう,うしゃべりもしないしみたいな設定 <laughs> も薄いしっていう話をしたのがた多分もうほんの数か月前、まあ、今年か年末かぐらいさ、はい、それがですねここ数か月でとっても仲良くなって、ね、プキとよく飲むようになって、ねまあらしいっすね。うん じゃ今となっては、プーキーがなんなら一番組みたいぐらいの。うん、まあ、なくはない、なくはないかな、まあ、今まで出たことないところで言うとね。じゃ、今も更新されたんですね、一緒じゃなくてもいいなというか。一緒じゃなくてもいい。一緒にやりたくはない。あやりたくないはもうないね。ああ。やっぱ一番でも、修理見ねえよね。いや、あの人はだって、もう、もう、もう、食べ物で例えたら、白米ですもん。何とでもみたいな。誰とでも、どんな食べ方しても美味しいみたいな。 まあでも検索もいいねやっぱねあやっぱり、うん、検索さん俳優さんですけど、うん、やっぱマネージャーさんもやられてるのでいろんな本も書くしはい才能があるというか、うん、お話して,ても面白いしねうん、うん、そうねさっきは誰とやりたいかですかえ でも結構年離れてる人とやりたい、ねうん、ケイジャーさんとかあーそっかそっかケイジャーさんと私、うん、多分20ぐらい離れてるのかいや俺とケイジャーさんはまあ生まれ年は一緒だからねあそうなの。そう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 そ一緒でそう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 マうそ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 うるうそ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 う マジで耳も前よりクソ遠くなってるしな耳毛が増えたのか単純に機能が落ちたのか分からんけどもうバカみたいな顔して「うえうフって聞き直すのかもうよ「ワニ先生」って右側から読んだら左向きますもうよ「ニいるんだよなダメ出しの時とかよじゃあもっと近くで聞けばいいらしいと思うんだけど聞かれここ数年目に見えて老いが進んでますよね今いくつだっけ 高校たばん三年ぐらいで定年っていう話をね。六十で定年だとしたら五十七かな。かなぐらいの感じですもんね。いや本当におじ着々とおじになってきてる。さんがワニ先生臭そうやもんな。匂いはまあある程度我慢できはするんですけど。一応ここのだえばスタジオだったらねこの距離あければ。まあ今の俺とさっきぐらいだと例えばもうテイばバスちょっと届くぐらいまで映ってますね。ぐらいの距離なんで若干に匂うかもしれない。 しかも梅雨時というか雨…だからさ、なんで臭いんですかって聞いたんだよなんで臭いんですかって聞いたんですま日本人に直接…これ入ってないんですかってなんで臭いんですかってそしたら、いやもう洗濯物の匂い出してあ、部屋干しとか…もう干さないとかって言うけど、いやじゃない時もあるよ絶対もうこれ体から臭いだろうっていうだって、もう一時期 どんな怒られ方してんだって思ったんですけど代表に週に1回サウナに行けみたいな命令を下されててサウナに行け昨日行ったか「お前よ」みたいな説教が始まるんですけど何だろうこの 説教と時間対話って代表もワニ先生十ぐらい下だからな。いやもう相当ね、ワニ先生それぐらい上の年の方ですけど。数年前から部屋も掃除しなさいって言われたからお家汚くて。中学校男子生徒みたいな怒られ方してます。お家掃除した？いやそれがですね一回もうもう言い訳はいいよっていう本題をそらそうとすること自体がちょっとおかしいですから。はいはい。さて一旦 CM 挟みまして。 はい、お楽しみのコーナーやってから残りのメールも紹介していきましょう。一旦です 楽しみだな、ええ、ニーニあヤンキーだだ、ジンカリオいや、僕、今日お金は持ってないんですよほらや、今からビッグワンで買い物する人がジムを手っ入いってるかやだ持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方ならうよしなをいつもやすくビッグワン7 8 0 FM Naha, your radio station, Okinawa. 月曜日リは生放送でお届けしておりますはい、えー、ツイキャスサボさん大西先生はエイトフォーをブシャーしようお。多分戦うようななんか匂いに匂い乗せたらダメなような気がな元を立つのが一番そうエイトフォーは、それこそ 八かける四倍くらいに、ガーッと臭い感じしないのか三十二倍のね臭いがね、なっちゃいそうだね。はいじゃあメッセージからいきましょうね。はい。メンビーさんサーキーさんこんにちは。こんにちは。新米リスナーのシエスタです。月曜オリジンには初めてのメールです。あらよ。嬉しいな。メンソレ。やってましたっけ？これやってた。 キーポーさん感もありますけど、ね、完全に私が今オリジナルですか、はい、今今思いついたやってなかった今思いつきました、ね <laughs> <ほ>えー、オリジンアワーが大好きでいつも聞いていますっ、はい、ていうか、うん、オリジンの芸人の皆様が大好きですね<ー>年に2回行く沖縄の旅行もこれからはオリジンダイブのある第 4, 第4週の週末にしようと決めています嬉しいねえー。ところで教えていただきたいことがあるのですが、うん、ライブ会場の入り口で予約していたチケットを受け取るときに誰か応援している芸人っていますかと聞 聞かれるのですが、あれはどういうシステムになっているのですか。あと打ち上げについてもよかったら初心者にわかりやすく教えていただけませんか。<ー>はい、なるほど。まあこれはまあぶっちゃけていいんだよね、別にね。いいと思いますよ。あの我々やっぱりライブのチケット販売ノルマがありましたね。そうなんですよね、一人一人。これ全部売り切れなかった場合はあのー、買,い買い取りというね。うん 仕組みになってますしでなのでもしよかったら応援してる芸人さんのチケットどうですかっていうことだとそうそうそうあのもし誰の予約でもなければ応援してる方いたらその人のチケットから販売しますよっていうような形なんですよね、うんえー、かつてあの全部降りたからって我々にお金が入るシステムとかではないんですけどないんですけどもね、はい、ただもしよかったらって範囲なので,うで、ねうん、好きな、はい、ようにチケット買ってくださいはい、はい、よろしくお願いします、えー、あと打ち上げなんですけどまあ今のところ毎月ねお客様も一緒にやるシステム取ってますけど、はい、うん、うん そうなんですよ基本的にもうどなたが来ていただいても OK、はい、例えばまあその月はもうライブの時間帯は仕事で来れなかったんですけど打ち上げからでもいい、うん、そうですね全然 OK ですよ、はあ、もうあのたくさん来ていただいた方が我々もね<あ>、えー、盛り上がりますんでそう嬉しいですしね、うん、あの第一歩が多分ね怖いんだよねあ初めてう打ち上げ行く時に確かにテンション的にも状況的にも、うん ちょっとわかんない我々撤収終わってから行くんで、はい、最初数十分はお客さんだけっていう状況もちょっとあったり月によりけりなんですけどねその辺もねでも踏み出す勇気ですよ、うん、楽しいと思うんですねそうまあ一人で来ても結構あの常連さんとかとお話ししたりして、うん、えね、うん、大丈夫だと思うんで、うん、もしお一人でもお越しいただければい、うん、まあ大体 十時ぐらいから芸人もいるかなそうですね片付けとか、ね、からねもし芸人がいない最初お客さんだけの時間が変なとかっていうのがあればちょっと待ってもん、まあ、うん、ちょっとどっかでいっぱい引っ掛けてきてあ<ー>10時から来てもいい、ね、まあまあ大丈夫かもしれないですねはいぜひぜひお待ちしております続きまして映画こちらですね、はいえー、ベンビーさんサーキーさんスーズーさんはい もしかしたらゲストにパッションさん、ジャリスケさん、こんばんは。なんでスーツがいるって決めつけたわや。<laughs> さきっきと二人でやってるよや。<laughs> 見てるデ、ね、ューストリーム見てるねって今やってるよ今アピールしてえー、えっやなマンダイヤーいや,や,ー <laughs> いやもうヘッドホンバキバキにヘッドホン落ちましたよ、ねえー、<laughs> 今途中であこれ飛ぶって気づいてから飛ばしたいや <laughs> あ、逆に <laughs> ねえいやいや今日二人ですよマンダイさんあそっかマンダイさんって言ってなかった <laughs> <laughs> もう最初で切れました。<laughs> 最初の一番で切れました。はい。いや、どこどこで、もし、結構長めだから。長、ね、めけど、<ー>この先もし切れどころなかったら、やばいなと思ってね。えー、じゃ、こちら行きましょうか。はい、はい。ええー、先週の金曜から東京に遊びに行っていて、現在は沖縄へ向かう空の上にいます。うん、ええー、土曜日に安すさん、かとちゃんさん、まみさん、ひろかるおさん。誰だろう。 はっしゃあったやしやこっちでもあったしねひるかる夫さんかな本当にひるか夫さんだはずねだと思いますけどねたいしんさんとーにーさんとのみ日曜日は横浜のモンパの嫁さん夫妻と一緒に寄せを見に行ってきましたあいやそこもモンパさんご夫妻でいいやしやモンパの嫁さん夫妻 意外といつもより切れどころがある <laughs> やったな意外と意外とある三行ぐらいで死に出てきたやつ <laughs> <laughs> えと一緒に寄せを見に行ってきました安安兄さんかとちゃんさんお店を探しいもんの嫁さんおすすめの寄せをいろいろと調べていただきありがとうございました、うん、待ち合わせ場所に向かう途中ゴーっと電車が走る音が聞こえるも周りに線路は見当たらず音のする方に行くと地面から聞こえるのであ、この下に地下鉄があるのかと納得すると、うん、万代さん何してるんですか と待ち合わせ場所にいるであろう安兄さん、加藤ちゃんさんに声をかけられました。ちょっとうんざり気味に声。そうだろうな。ぬそ <laughs> うん、嘘がここにあっていう感じでしょうね。えー、その後ピザ屋さんで飲み、おしゃれ。駅下の小さな居酒屋で飲んでお開きになったのですが、えー、みんなと駅で別れてホテルへの帰り道、はい、片言の日本語で、お兄さん、うちの店可愛くいろよ、寄っててよ、安くするよ。 とおばさんの客引きに捕まり一気に酔いが覚めました。なる<の>。丁重にお断りして足早でホテルに帰りました。また。ああなんとかなんとか早足がホテルに帰りましたがいやいやいや<ー>早足じゃなくて早いなんとかの方じゃないかこれ。え <laughs> いやだニガ。何や,やめなさいって <laughs>、えー。怖かったです。皆さん旅先で怖い目にあったことありますか。それでは放送頑張ってください。ありがとうございます。どうも。 あのー、渋谷とか、ね、分かかねらんんさ俺なんかよく、うん、で前23年,年前かな東京行った時に「あのー、ハイサイゾンビの」のはい、はい、渋谷上映会みたいなのの時に行った時に、はい、ちょっと夜からもうのパソコンで w i フ f i つながんといけなくなって渋谷で店探してキャッチが来て「w i フ f i 飛んでますか大丈夫ですよ」でしかも安くって、うんえー、安かったわけ最初聞いた時。はい あれはやっぱ罠だねお押しがやたら高いとかついたら一人二品以上でこのつまみが高かったりさシステムね横利く渋谷とかこの客引きのところはこういう場合も多いらしいよ安いよって言っといてお店ついたら実はっていう結局いろいろなうんよ。も都会越いて都会越えで気をつけないといけんでえーでこっちでいきましょうチャス千葉のあの人ですよどうも今週末沖縄では全国規模の大きなイベントがありますよねお二人さんわかるよねあれかなそう。 選挙あやっぱりまあ正直言っちゃうと僕は全く興味がないんですけどね、うん、でも僕の職場に AKB のファンの人がいてその総選挙を見に行くんです<え>しかしかかしいやタカシかたかし週末の沖縄はあいにくの天気予報なんですよそう,そうなんですよ、えー、総選挙の結果はどうでもいいとしてせっかく沖縄に行くんだから晴れてほしいなと思いませんか、うん 思ったでしょ。うじゃあ週末が晴れるように一発逆で雨雲を雨雲吹き飛ばしてくださいお願いします。はい。面白かったら週末は晴れるだろうな。じゃあさあきよろしくっていうことにしてくださいね。おお。あれあれさあきって書いてるかなこれ。書いてあるよ。あアプリ出しですねこのメーね。いやどんなやってパソコンであぶり出しするんですか。だんだん千葉のあの人ですさんもね、振りが厳しくなってきたね。なんかあれさっきギャグってあるそもそも。さっきもの。 とかはたまにやったりするんですけどギャグの作り方わかんなくてギャグな難しくないですギャグあっピービー出てきたギャグがあるそういえば今思い出したいやもうお題もらってはいライオンっていうお題ではいライオンこれちょっとユーストリームの方じゃちょっとあのまた2回ぐらいピービー出て今アレンジしてんだけどいきますライオンオフ ライオンアンドフ。いやいやいいいいいい。吹き飛びましたね。いやいいいいと思います私。雨雲のね。ええそうね。感じもいます。びっくりしたでしょうね。雷様もね。いやいいと思います。オッケー。はい。じゃあいっちゃおうか。 怖い残り時間少ないけど実はですね<い>こちらご紹介しましょう、えー、FM の社長の奈良さんからですね、うん、日頃の感謝を込めて月曜オリジンお会い差し入れですということで、はいありがとうございます、えー、ロッテリア客に面積同意書の提出を義務付ける新商品ですからタンドリーチキンサンド。えー タンドリーチキンサンドは激辛、馬辛、辛口の3種類からお選びいただけます面積同意書をご提出いただいたお客様対象にお値段そのままで激辛ソースがトッピングできます。ということで今日はですね、はい、あの3種類あってはい、はい、本当にさこんなして面積同意書ってもう辛いからどうなっても知らんよっていうのにサインして,あンしてで、えー、あるんだけど今日3つあってうま、はい、辛タンドリーチキンサンド辛さレベル1そして辛口タンドリーチキンサンドこれが1。1 でこれが 3, 3で次がもうデスカルタンドリーチキンさんと辛さレベル12以上だってささっき辛いの上具だからね辛いの上具ですけどカレー食べた後絶対お尻痛くなるんですよ、うん、いいさいいさじゃあ本当に今日,今日の夜さっきお尻痛いんだなククククって思い出せよ俺さっきのアヌスをえ、ね、これ <laughs> <laughs> アヌスの鏡じゃないほんとに <laughs> これね怖いねい<や>見た目も、はい、あちっちここか俺3行こうかなじゃあせっかくだから。 スタートに激辛いっていいですか。あいよいよ。まずはね。うん、まずはね。そしてどっちも口付けたからどっちも持って帰りましょうね。作戦じゃないだろうな。<laughs> いやらしい先。<laughs> じゃ俺から三から行くよ。はーい。いきます。三からでも三から普通に美味しそうだな。わ美味しそう。うん、あ、どうすか。うん、まず最初はタンドリーチキンのスパイスの香りがもう芳醇。ああ本当だめっちゃいいね。あ、私。うん あそこなんで挟んでるの何っぽいあ、もちもちいっておいしい辛さ大丈夫だ三で大丈夫じゃあ1全然あ、うま待って、十二十二俺も一切れちょうだいあ、ええこれはもう色が色がちょっと違うなちょっとこの、なんというかパオというかこっちが多い部分からあ、オレから言っていい そう、ケチャップに近いような色ですね。早<あ>。は<や>口入れた瞬間、なんか来た。早 <laughs> <や>。あ。うん。うん。うん。今のところ辛い。うん。あ。大丈夫。大丈夫。あ、でも結構辛い。あ、後から、これな、これな。タバスコの匂いですね、これ。うん いただきますブートジョロキアってギネスに世界一辛いと認定されたことがあるだからもう抜かれた可能性もあるねブートジョロキアを原材料に使用した激辛ソース、うん、る。あ、う、っ、ん、でも美味しく食べようと思ったらやっぱ3とか、まあ、5ぐらい、うん、いいかも辛いって私も言ってますねえさっきまた辛いの上手だからあでも汗が出てくるな <laughs> 一口で真ん中 んさ端の方行かれたじゃないですか真ん中ソースたっぷりついてるがめっちゃ辛い土地によって違うの食べる場所によってねあでもあ辛いうわもう絶対今日お尻の穴大変もうもしお尻の穴痛くなったらシャメ送ってどう対応してくれるんですか今の痛くない状態も取っといて痛くなったあと2つ送って どうするんすか、それ。見て。ツイッターにあげる。サンケイよ。後輩芸人の。こんななりますって。見た目ではわからないかと思います。があ、でも美味しい旨味がやっぱりあるから。辛くてもどんどん捨てますね、これね。はい、うまい。あ、でも、美味しい。さあ、とうか、あ、もう時間だ、寂しいね。なんやかんや、早いですね。なんやかんい、もうキャンさん来週いるのかな。 どうでしょうねいるとしましょうか、うん、いるかもってことにしときましょうかね <laughs> はいいなければ誰かまたゲスト呼びたいと思います、うん、はいということで、えー、今日はこの辺でお別れでございますお相手は便秘と酒もいたよー ああすみませんあの十二から違うとこ食べたら超辛い,いず,っずっと辛いずっと辛いああすみませんでした嘘でした超辛いあて。熱い